神聖なる壁を疑ってはなりません。神の手より生まれし壁は信仰心を捧げることでより強固になるのです。神を信じる無垢な心こそが巨人から我々を守る術であり、唯一巨人を退けられる力で。ニック司祭じゃありませんか。なんでこんなところで演説してるんです？我々は兵団の人間にも正しい教えを伝えたいのだ。壁に触れない限り私たちは脅かされることはない。5年前もウォール教はそう言ってましたけど、結局は超大型巨人がやってきましたよね。本来触れることすら恐れ多い壁に兵団が手を加えた。そのことが招いた災いだ。巨人の侵攻に対抗するなら壁の強化や武装は必要不可欠です。よさぬか、この不届き者め。貴様らはあの壁を人知の及ばぬ神の偉業を見てもまだわからないのか。話にならないね。行こう、アルミ。あの人たちのせいで壁上を武装することさえ時間がかかったんでしたよね。ああ、あの壁に対する狂信的な態度、いつか私たちと調査兵団と衝突するかもね。ただ飯ぐらいの意地。ほう、おい、エルヴィン。ナイルか、憲兵団の仕事はどうだ？相変わらずだ。上に言われた仕事をこなすだけさ。そっちこそまた博打めいた作戦を考えてるのか？俺はこれしか能がないからな。秘密主義も相変わらずか。それでよく部下がついてくるもんだ。ありがたいことにね。俺を信頼してくれているようだ。上に立つ者はその信頼に応える責任がある。俺はとてもお前みたいに博打を打つ気にはならん。部下に無理を強いているのは分かっているさ。いつも無茶ばっかりしやがって。まあ、まだくたばってないだけマシか。お前はきっと早く行っちまうもんだと思ってたからな。ああ、思えばお前とは一緒に調査兵団を志した仲だった。しかしお前は行きつけの酒場の女に恋をし、一人の女性を守る道を選んだ。ああそうだ。俺はお前や他の同期を裏切り、今日まで抜け抜けと生き延びた。そんな言い方はよせ。お前を尊敬している。俺たちにはできない生き方をお前はやったんだ。そいつはどうも。ただ飯ぐらいの理事。死んだ仲間のために。おお、貴様らまだ巨人の餌にはなっていないようだな。教官、なぜここにおられるのですか？第104期の新兵どもがふぬけておらんか、この目で確かめに来たのだ。貴様はライナー・ブラウンだったな。卒業成績は良かったが、気を緩めておらんだろうな。はっ、実戦に出て、いっそ気を引き締めております。コニー・スプリンガー、貴様はどうだ？はっ、ふぬけず励んでおります。ならいいがな。少し戦闘に慣れてきた今が一番危ないのだ。経験のない新兵が少しでも調子に乗れば真っ先に巨人に食われる。肝に銘じておけ。はいはい。
皆さん、お肉を手に入れました。どう調理するのがいいですかね。サシャ、それ上官の食料庫から盗んできたやつだろ。返してこいって、教官。え、教官、教官もお肉食べません。あ、ちょっと、また貴様か。次の任務は。はい。各兵団の精鋭たちによる必死の活躍により、ウォールローゼ内地に現れた巨人たちはあらかた撃破された。しかし内地に現れた巨人の謎はついに分からず、兵士たちは言い知れぬ不安を抱えたまま町へ帰還した。兵長、奴らを逃がしたまま帰還してよかったんでしょうか。見つけて殺すまで壁内をさまよいたいなら、お前だけそうしたらどうだ。壁に穴は開いてなかったということは、奴らは壁を自由に越えられる可能性が高い。だとすれば向こうから現れてくれるのを待つしかないということですよね。ああ。壁内に現れた普通の巨人たちは壁を越えられないと思うけど。うん、そこが不思議なところなんだけど。今の音、まさか。エレン、ガキども、ぼさっとすんな。巨人どもをただ眺めるのがお前らの仕事か。この世界を地獄に変えたのはあいつらだ。駆逐してやる。また繰り返すつもりなのか。今は感情的になっている場合じゃない。とにかくこの町で止めないと。頼んだぞ。私も行く。超大型巨人が動いた。オート側の壁も壊すつもりなのか。そうなれば人類の活動領域を致命的に狭まる。何としてもここを死守するんだ。助かった。頼んだぞ。俺も行くぞ。取った。頼んだぞ。超大型とはいえ巨人に変わりはない。まずは足を崩して動きを止めるんだ。私は例の兵器を準備するから目標地点まで援護してくれ。部隊長、手伝います。やってやる。やるな。仕上がれ。この敵へ害虫が。
魔術追加。深淵弾だ、助けないと。やってやる。手をついたぞ。状態を支えきれなくなったんだ。動きが止まった。今なら直接うなじを狙える。さか。だが手応えはあった。もう一度削いでやる。口頭伝令、超大型巨人が移動を再開した。了解。超大型巨人の進撃を止めなきゃ。
援軍に来たのはいいが、悲惨な状況だな。巨人がしこたま入ってきちまってるぜ。せめて敵上の固定砲台を使えれば数を減らせるかもしれないが。手が多いぞ。例の兵器を準備しねえとヤバいのに。誰か目標地点まで援護してくれ。援軍、ちょうどよかった。力を貸してください。このでっけえ害虫が。まだ生きていたか。力を貸せ。敵上の固定砲台を使って巨人を撃つ。お前ら無事だったか。援軍を頼む。敵上の固定砲台を使いたいんだ。援軍が救援されてちゃ世話ねえな。助かったよ。さて俺は砲台に向かおう。相手をしていられない。先に超大型巨人も何とかしないと。やってやる。巨人に食われちまう。誰か手を貸せ。
思う。足を崩してから一斉に仕掛けよう。準備に向かう。間に合ったみてえだ。ここが人類の存亡を決める瀬戸際だ。超大型巨人に絶対に壁を破壊させるな。まだ中身がその辺にいるはずだ。巨人の体をまとっていた野郎が。よせ。兵長、なんで。
トロストクで奴が消えた時と同じだ。中にいた奴は用意していた立体起動装置でもう遠くへ逃げているよ。卑怯者が来たねえぞ。エレン、くそ、あと一歩で。お前のやるべきことはその時々の感情に身を任せることか。足りねえ頭でよく考えろ。お前がこれからできることをな。本部へ戻るぞ。いつか必ず駆逐してやる。一匹残らず。